佐賀県立九州陶磁文化館は佐賀県西松浦郡有田町にある陶磁器専門の県立美術館である。伊万里焼の時期や唐津焼の陶器をはじめとした非前の陶磁器を中心に九州各地の陶磁器の名品を収蔵を展示する。伊万里焼については江戸初期から幕末までの変遷をたどることができる学術的価値のある作品群や 禁断市を中心としたヨーロッパ輸出品を再輸入した作品群などを広く収蔵している。また、江戸時代までの古当時のみならず、九州の現代陶芸家の作品もある。1977年に佐賀県が計画を作成、総工費17億4510万円をかけて建設され、1980年3月に竣工同年11月1日に開館した。 伊万里焼きや唐津焼きは多くの点数を収蔵する。少数のものでは、竹岡唐津焼き、白焼き、白石焼き、はさみ焼き、三河内焼き、玄川焼き、長尾焼き、八大焼き、小城焼き、阿見田焼き、高浜焼き、上野焼き、高鳥焼き、柳原焼き、末焼き、温田焼き、宝来山焼き、薩摩焼き、よ野焼き、枠田焼き、壺屋や焼き、 八重山焼きなども収蔵する。有田焼カラクリオールゴール時計館内展示ホールには、有田焼きの9つの鎌本と佐賀県などが共同で製作した有田焼カラクリオールゴール時計があり、30分ごとに明動する。また、館外には、ドイツセンの磁気製、首脳25個と日本製、装明装置からなる、日読合作のグロッケンシュピールがある。 午前9時から午後5時までの1日9回毎生時、日本やドイツで親しまれる曲が演奏され、周辺の町内でも聴くことができる。さらに館外には、毎選手から有田町へ1987年に寄贈された鳥をかたどった、白磁性の噴水、白磁間過食町噴水がある。館内3階にはカフェがあり、昼食や飲食しながらの休憩ができる。なお、館内の施設には、 有田焼き素材や伝統的様式のデザインが所々に用いられており、ガラス戸の押し板、手洗い用、流し台、ゴミ箱、トイレットペーパーホルダー、スイッチやコンセントのカバーなどに見ることができる。佐賀県西松浦郡有田町土砂区お3100の19時17時。月曜日、年末観覧料は無料。特別企画展の期間中に限り、有料。 計3 1 0大収容の駐車場がある。駐車場も利用は無料。建物は1980年3月に竣工した。内田翔也とアルセット建築研究所による設計、住友建設と松尾建設による施行。1981年には日本建設業連合会の BCS 賞を受賞。また翌1982年には 日本建築学会賞を受賞した。また、1998年には、当時の建設省が選定する公共建築百選に選ばれている。建物の雨どいは管を用いず、上部を開放して壁を伝う珍しい形式になっている。これは、内田の指導を受けた熊健吾に影響を与え、同市の石の美術館や無印良品の商品化住宅、 窓の家などに用いられる開放型のアマドイの原点になったという、ありがとうございます。